ハリオット・ハントは、アメリカ合衆国の初期の女医である。ハーバード大学での医学の履修を希望するが、拒絶された。ボストンに生まれた。自然主義者の維持、モッと夫妻のもとで医学を学び、12年間に主として活動していたが、正式な医学教育を受けることを希望して、1847年に、ハーバード大学に入学希望の申請をするが、大学から拒絶された。 1849年にエリザベス・ブラックウェルがニューヨークのジェノバイカ大学で学位を受けたのを受けて1850年に再度ハーバード大学に入学申請を行い一旦は聴講を認められたが講義に参加する前に学生からの女性の入学に反対する嘆願書で大学理事会は女性の入学を禁じる決定を行った ハーバード大学は1946年まで医学部への女性の入学を認めなかった。ハントは医療を続け、女性の教育を受ける権利を訴え続けた。1853年にペンシルベニア女子医科大学から名誉学位を送られた。1856年にジデングランセスワンドグリンプセズ、オア、フィフティーイヤーズソーシャル、インクルーディングトゥエンティーヤーズプロフェッショナルライフを 書いた。1875年に没すると、黒人女性彫刻家、エドモニアルイスに依頼したギリシャ神話の癒しの女神、ヒュゲーアの像のもとに葬られた。ありがとうございます。